沖縄大会決勝は三郷高校と沖縄水産の対戦。沖縄水産は1回ワンアウト二塁三塁から4番中曽根が右中間を深く破るスリーベース、続く5番大浜にもタイムリーが出ていきなり3点をリードします。初出場を狙う三郷は4回裏、沖水のエース4位を攻め、ワンアウト三塁二塁のチャンスに中山がライトにうまく弾き返し1点を返します。なおもチャンスが続きますが、予備の踏ん張りの前に後続を立たれ追加点を奪えません。沖縄水産は2点リードのまま9回、ランナー2塁のチャンスに3番具志堅がインコースを思いっきり引っ張り待望の追加点で4対1。三郷の最後の攻撃を3人で退けた沖縄水産が4年ぶり8回目の甲子園出場を決めました。